第5章特許異議の申し立て、特許異議の申し立て、第113条何人も特許掲載広報の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申し立てをすることができる。この場合において、 2以上の請求項に関わる特許については、請求項ごとに特許意義の申し立てをすることができる。1号、その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願。外国語書面出願を除く、に対してされたこと。2号、その特許が第25条。 第29条、第29条の2、第32条または第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたこと。3号、その特許が条約に違反してされたこと。4号、その特許が第36条第4項第1号または第6項、第4号を除く。 に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。5号、外国語書面出願に関わる特許の願書に添付した明細書。特許請求の範囲または図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。第114条、特許意義の申し立てについての審理及び決定は、 三人または五人の審判官の合議体が行う。二項、審判官は、特許意義の申し立てに関わる特許が全条覚悟のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定、以下取り消し決定、という、をしなければならない。三項、取り消し決定が確定したときは、 その特許権は、はじめから存在しなかったものとみなす。四項、審判官は、特許意義の申し立てに関わる特許が全条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。五項、全項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 申し立ての方式等。第115条特許意義の申し立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許意義申し立て書を特許庁長官に提出しなければならない。1号。特許意義申し立て人及び代理人の氏名または名称及び住所または居所2号。特許意義の申し立てに関わる特許の表示3号。 特許意義の申し立ての理由及び必要な証拠の表示に行う。前項の規定により提出した特許意義申し立て書の補正は、その用紙を変更するものであつてはならない。ただし、 第113条に規定する期間が経過するときまたは第120条の5第1項の規定による通知があるときのいずれか早いときまでにした全項第3号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。3項、審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。4項、 第123条第4項の規定は、特許意義の申し立てがあった場合に順用する。審判官の指定等、第116条、第136条第2項及び第137条から第144条までの規定は、第114条第1項の合議体及びこれを構成する審判官に順用する。 審判書記官、第117条特許庁長官は、各特許異議申し立て事件について審判書記官を指定しなければならない。2項、第144条の2第3項から第5項までの規定は、全項の審判書記官に順用する。審理の方式等、 第118条特許意義の申し立てについての審理は、書面審理による。2項、共有に関わる特許権の特許権者の一人について、特許意義の申し立てについての審理及び決定の手続きの中断または中止の原因があるときは、その中断または中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。 参加、第119条特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許意義の申し立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。2項、第148条第4項及び第5項並びに第149条の規定は、 全項の規定による参加人に順用する。証拠調べ及び証拠保全。第120条、第150条及び第151条の規定は、特許意義の申し立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に順用する。職権による審理。第120条の2。 特許意義の申し立てについての審理においては、特許権者、特許意義申し立て人または参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。二項、特許意義の申し立てについての審理においては、特許意義の申し立てがされていない請求項については、審理することができない。申し立ての併合または分離。 第120条の三同一の特許権に関わる2以上の特許意義の申し立てについては、その審理は特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。2項、全項の規定により審理を併合したときは、さらにその審理の分離をすることができる。カッ開く、申し立ての取り下げ。第120条の 特許意義の申し立ては、事情第1項の規定による通知が厚た後は、取り下げることができない。2項、第155条第3項の規定は、特許意義の申し立ての取り下げに順用する。意見書の提出等、第120条の御審判長は、取り消し決定をしようとするときは、 特許権者及び参加人に対し、特許の取り消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。二項、特許権者は、全項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書特許請求の範囲または図面の訂正を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。1号、特許請求の範囲の厳粛2号、5期または5訳の訂正3号、明瞭でない記載の釈明4号、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。 三項、二以上の請求項に関わる願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに全項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許意義の申し立てが請求項ごとにされた場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。四項、 全項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項以下、一群の請求項という。があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。五項 審判長は、第1項の規定により指定した期間内に第2項の訂正の請求があったときは、第1項の規定により通知した特許の取り消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書特許請求の範囲または図面の副本を特許意義申し立て人に送付し、相当の期間を指定して、 意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申し出があるとき、または特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。六項審判長は、 第2項の訂正の請求が同項正し書き覚号に掲げる事項を目的とせず、または第9項において読み替えて順用する第126条第5項から第7項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、 意見書を提出する機会を与えなければならない。七項、第二項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申し立て事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は取り下げられたものとみなす。八項、第二項の訂正の請求は、 同校の訂正の請求書に添付された訂正した明細書特許請求の範囲または図面について第17条の5第1項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができるこの場合において、第2項の訂正の請求を第3項または第4項の規定により請求項ごとにまたは一群の請求項ごとにしたときは、 そのすべての請求を取り下げなければならない。9項、第126条第4項から第7項まで、第127条、第128条、第131条第1項、第3項及び第4項、第131条の2第1項。 第132条第3項及び第4項並びに第133条第1項。第3項及び第4項の規定は、第2項の場合に順用する。この場合において、第126条第7項中、第1項正し書き第1号または第2号とあるのは、 特許意義の申し立てがされていない請求項に関わる第1項正し書き第1号または第2号と読み替えるものとする決定の方式第120条の6特許意義の申し立てについての決定は次に掲げる事項を記載した文書を持つて行わなければならない1特許意義申し立て事件の番号に 特許権者特許意義申立人及び参加人並びに代理人の氏名または名称及び住所または居所3決定に関わる特許の表示し決定の結論及び理由後、決定の年月日二項特許庁長官は決定が厚たときは決定の当本を特許権者特許意義申立人 参加人及び特許異議の申し立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に相達しなければならない。決定の確定範囲、第120条の7特許異議の申し立てについての決定は、特許異議申し立て事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、 それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。1号請求項ごとに特許意義の申し立てがされた場合であつて、1軍の請求項ごとに第120条の5第2項の訂正の請求がされた場合当該1軍の請求項ごと2号請求項ごとに特許意義の申し立てがされた場合であつて、 前後に掲げる場合以外の場合当該請求候補と審判の規定等の順用第120条の8第133条第133条の2第134条第4項第135条第152条第168条 第169条第3項から第6項まで及び第170条の規定は、特許意義の申し立てについての審理及び決定に順用する。2項第114条第5項の規定は、全項において順用する第135条の規定による決定に順用する。